あれは伝説の EF6627 号機。これは撮影するしかない。スマートなミニバッグからスマホを取り出し、カシャカシャいい写真が撮れそうだ。さあ、そしてまたスマートなミニバッグにスマホを収納。たったこれだけ。アタッチメントを変えればショルダーバッグからストラップ式に大変身。さらにアタッチメントを変えるとベルトに取り付けることもできる。そして取り外してしまえばミニポーチとしても活用することができる。まさに自由自在なミニバッグ。これ一つでお出かけ完結。ウォータープルーフレザーミニバッグ。さあ本日はですね、こんな感じで映像でもお見せしている通り、周辺には田んぼが広がって田園風景なんですけども、ほとんどがですね高架区間になっていて、かなりハイスペックな路線。別に特急列車とかも走ってるわけではないんですが、ほぼ高架踏切のない高規格ローカル路線をですね乗り通していきたいと思います。うちのチャンネルでも初めてご紹介になるかと思いますので、本日もよろしくお願いします。さて本日やってきているのはこちら、茨城県の県庁所在地水戸駅です。乗車するのはこの常磐線の横から出発をするこちら第3セクター路線、鹿島臨海鉄道の大洗鹿島線でございます。うちのチャンネル多分初登場の路線ですね。僕も結構楽しみにしてきました。改札の外ね、切符の券売機こんな感じになってます。一応これ JR の券売機なんですけども、その中に大洗鹿島線のシステムが組み込まれており、 JR の券売機でね購入することができます。運賃表も結構デカデカと掲載されてますけども、今回は終点まで行きます。鹿島サッカースタジアム駅がこれ実際の終点なんですけども、ほとんどの列車が JR 鹿島線と交わる鹿島神宮の方まで伸びているので、僕もそこまで向かうことにします。1590円、やっぱ第三セクターなのでちょっと運賃は高めかなという感じ。 IC カードとか使えないので注意が必要です。でここね、改札は JR の改札入るんですけども、乗り場面白いです。なんかあたかも、あ、 JR 大洗鹿島線ですよみたいな感じで一体型で書かれているんですけども、これは同じホームだから多分 JR のホームを借りてこの鹿島臨海鉄道が乗り入れているような感じなんでしょうけども、切符もよく見ると鹿島臨海鉄道カッコで書いてあるんですけど、このオレンジの部分はちゃんと JR の、ね、文字が書いてあるんで、あの紙は、ね、JR のものをそのまま使っているみたいですね。ここには、ね、非常に面白い表記があって、あの簡易スイカタッチ機がここに置かれている。でもあのスイカパスも使えないと、一体どういうことじゃという感じなんですけども、これ黄色いところ、お急ぎの場合はこの改札機に IC カードをタッチして、で水戸駅までの JR 運賃をご精算くださいということなので、まあ、急いでる場合はここでピッとすると JR、まあ、水戸この駅までの精算が自動的に行われると。で降りた時に、降りるタイミングでその旨を話して車内で精算する。急ぎの場合はこれでも OK みたいですね。ポキと呼ばれるあの石なんかをね積んで運ぶ貨車と、それから奥この常磐線の茨城とか福島の地域でしかね見れない緑色の特別な電車、まあ特別って言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけど、停車中。そしてやってまいりました。さっきあの冒頭でお見せしたトンネル、高架線、まるであの特急が走りそうな光景とはもうなんかリンクしないような、ね、1両編成の可愛らしい列車がやってまいりました。第三セクターとかあの地域の私鉄あるあるね、その地元の広告ががっつり貼られているというパターン。横にゆっさゆっさと車体を揺らしてねやってきております。大洗の方からやってきて折り返す列車なんですけど、大洗あのアクアワールドだったりとかサンビーチだったりとか、まあ、海、それからあの水族館がある関係で結構混雑をしていたみたいですね。そしてこの昔の常磐特急フレッシュ日立号とのツーショット、これ右ね売店なんですよ。これ遠目から見ると本当にあの特急列車がねホームに止まっているような、そういう風に見えるんですけどもね、一瞬ちょっとね惑わされそうになります。 KRT と書いてありますね。鹿島臨海鉄道、めちゃくちゃ分かりやすい。地図乗っけておくとこんな感じです。この水戸を出発した後、港大洗を経由してですね、北浦霞ヶ浦の横東側をかすめて鹿島市の方まで向かっていく路線で、一応北浦霞ヶ浦の西側には常磐線、おなじみの路線が伸びてますけど、この常磐線と大洗鹿島線、この2つ比較するともうあの1世紀ぐらい、100年ぐらいのね開業にこの差が開いているんで、こっちの方が圧倒的にね線形が良くなっております。利用者が結構固まっているというか多い区間がその大洗あたりまでですね。でその後茨城の鉾田市を経由し、
そして終点はこの鹿島神宮ですね。こっちの鹿島市の方はうちのチャンネルで結構東京からの直通バスがどうだとかいろいろ紹介しているので、馴染みがある方も多いのかもしれません。両数のギャップもすごいですね。今お盆の時期撮影したんで、特急日立か常盤からもう東京方面行きのやつ来ましたけど、いっぱいですお客さん。発車メロディーがね、鳴り終わってるんですけども、まだお客さんが乗れていないという状況。お盆で相当ご家族連れの方も多くて、やっぱベビーカーとかをね、特急列車の中にこう押し込もうとすると、やっぱ乗り降りに時間かかっちゃって遅れにつながるみたいですね。小勢の方も大変です。さあ今水戸駅を出発、しばらくは常磐線と沿うような形で勝田の方に進んでいきます。北の方に一旦進むんですけど、途中で分岐をしていきますね。もうこの時点で異変に気がつきます。頭上に河川がありません。向こうは常磐線電化されているので河川がありますけど、ここから非電化の区間が続きます。ちなみにもう分岐しちゃいましたけども、左側の方に水郡線という路線、水戸から郡山までもう文字通りですね、ローカル線伸びてますけど、水郡線なんかもね、郡山の方に行くってなると本数が少なくて乗車難易度が非常に高い路線。青春18切符シーズンなので、鉄道マニアの方、ファンの方乗っている方多そうです。さっきの水戸駅は JR の管轄でもあるので、おそらく鹿島臨海鉄道側が JR に手数料を支払いして乗り入れてる、そんな感じだと思うんですけど、面白いものを発見しました。これ東日本鉄道株式会社と、JR 東日本と書いてありますけど、これねたまにあるんですけど、その会社の境界を表す杭みたいな感じになっていて、おそらくさっきの杭から先が、鹿島臨海鉄道の正式な区間なんじゃないかなと思うんですけども、でも正直こんな線路あったらどれが JR でどれが鹿島臨海鉄道なのかちょっと分かりませんけども、多分右の線路はもう途切れるんですけど、保線車両とか貨物が入る線路で、で右これ1本が鹿島臨海鉄道、常磐線は線路2本左下に消えて行きました。なんと歴史ある常磐線を差し置いて、生意気にもこの1両編成のディーゼルカーがこの特急列車でも走れそうな高規格区間、高架区間へと突入をしていきます。ほぼ全線において単線の非電化、最高速度は95キロ出せます。今カーブなので80キロ制限が設けられています。この単線非電化の1両のローカル線で95キロっていうのは結構速い分類なんじゃないかなというふうに思いますけども、北越急行とかああいうのに比べたら若干遅くなりますけども、とはいえまだね水戸出発したばっかりで水戸の市街地を走っているので、地上を走らせちゃうと車とぶつかってこう支障をきたしてしまうんで、まだこの辺りはね理にかなっているような気もします。ここからねずっとこう再び地上に下がっていくような形になりますけど、ここでね軌道が変わりましたよ。走行音もねちょっとだけ変わったのが分かるかと思いますけど、スラブ軌道になりました。さっきまでは下に砂利が引いてあるような軌道だったんですけどもね、普通のローカル線とかによくある軌道なんですけど、スラブ軌道はさらに路盤が強化されていて、山陽新幹線とか九州新幹線が非常に多いんですけど、新しい新幹線とか特急なんかが走る路線だとこんな感じになってるものが多いんですけども、すごいですよね。なかなかこの駅と駅の中間のスピードを出せそうなところ、つまりは路盤に負荷がかかりそうなところはスラブになってて、でここからまたね砂利に戻るんですよね駅のところ、多分砂利よりもスラブの方がお金がかかるでしょうから、これあんまりスピードが出ないところだと、砂利こんな感じのバラストがね採用されてるんでしょう。駅はこんな感じ、至ってシンプルな感じですね。ホーム長も短いです。基本的には1両2両とかの列車しかやってきませんから、かなり短くなってます。ちなみにこの列車はですね、大荒れ雪になってます。なのでもう15分ぐらい走って終点に到着しちゃうんで、大荒れでまたね電車を待つことになるかと思います。この大荒れ鹿島線が開業したのは1985年なので、国鉄の末期ぐらいの頃ですね。今からだいたい35年前とかなので、当時の備品なんかが駅にそのまま残っていたりします。今やってきた車両ちょっとこう排気ガスにまみれて全面汚くなっちゃってますけどもね、塗装のハゲも目立ってますけど、この車両もね1985年のこの大洗鹿島線開業当初からねある車両みたいです。お、早速アクアワールドのラッピング、そしてお客さん多いですね。
転換式のクロスシートが採用されています。あの特急列車の座席のリクライニングしない版の座席みたいな感じなので、結構これが快適です。ちなみに今乗ってるのは2015年ぐらいにできた新しいディーゼルカーみたいですね。前あのオーライの方まで乗った時は深夜2時ぐらいに北海道行きのフェリーがこのオーライのね港から出発するんですよ。その時に終電かなんかで乗ったんですよ。なのでね、この景色は見れなかったんで昼間乗れて嬉しいですわ。これ田んぼがずらっと広がってこんなんだったら別に地上に線路通してもまあ問題ないでしょうとも思うんですけども、なぜかここ高架。この路線80年代にできたんですけど、実はもう60年代ぐらいに起工式があって工事が行われてました。もともとは国鉄の路線として開業する予定だったんですけども、国鉄の赤字によって第三セクターに引き継がれた、まあ、なので戦後に工事なんかが行われているのでこんな感じで高規格になったみたいです。もともとJR の方からの直通列車なんかもあったみたいなんですけども、今ではなくなり特急列車の、ね、運転も視野に入れられていたとのことです。一応肩ぐらいまでの高さの防音壁のようなものがね設置されてるんですけど、これ途中ちょっと大丈夫かなって思うぐらいコンクリートの部分が剥げてもう落ちちゃってるんですよね。でこのグレーの部分ところどころ補強が施されているような箇所もありますけど、まあ、85年にできて、まあ、40年ぐらいになるのかなので、まあ、割と年数が経っている。こういう風に老朽化も激しいみたいですね。東日本大震災の時も1ヶ月ぐらい確かここ茨城でちょっとこう震源地というか、まあ震災のメインの部分が近いということもあって運休を余儀なくされたみたいです。ここで高速道路かなんかと交わるんですけども、高速はもうこの臨海線の効果を避けるためにさらに高いところを通してますね。本当にこの路線を上またぐためだけに若干こう上り勾配になってます。そしてねここから先通る高架線がね見えるんですよ。すごくないですか。これもうずっと高架。この国鉄の末期ぐらいに建設をされた路線って、ね、そこから第三セクターに転換された路線ってこんな感じで高架路線って非常に多いんですよね。日本縦断の企画でも乗りました茨鉄道だったりとか、あとあの地図急行スーパーハクトが通る第三セクターなんかも同じですね。光景本当に似てます。これはねちょっと見た瞬間運転室の後ろ側でにやけてしまいましたよ。大洗の方までまっすぐ続く線路、まっすぐじゃありませんね、綺麗なカーブで続く線路、大洗にかけて若干こう線路はなんかここから南下をして鹿島市の方に行くので大きなカーブを描いていっております。なんか利益とか採算とか度外視で適当なこと言うと、ここ振り子式車両とかねスーパーハクトみたいな車両走らせたらめちゃくちゃ気持ちよさそうだなとか思いつつ、この辺りもね防音壁というかまあ壁がずっとあるんですけど、新幹線とかの場合だとなんかこれが住宅が多い地域だと壁が高くなっていて、それ以外の田畑を貫いているところだと別に誰も迷惑になる人いないので壁が低かったりするんですけど、大洗鹿島線はもう均一ですね。ずっと壁がそびえ立っています。国鉄の末期ぐらいまでには、まあ、おそらく大体の、まあ、路盤とかこう線路の設備が完成していてそれを引き継いだみたいな感じなんでしょうねきっと。途中主要駅大洗駅見えてまいりましたけども、大洗の駅もねこれ地上ではなく高架駅になっているんですよね。まあ、地上に設備を設けるよりもこんな感じで高架の方が費用は2、3倍ぐらい、まあ、一般的にざっくりそれぐらいかかると言われているみたいでお金相当かかってそうです。一応本社もあってこれぽっかりとね扉の部分開いてますけど清掃中かなんかですかね。この前にあるゲートのようなね水色っぽいやつありますけども、これ洗車台、まあ、電車でいうお風呂ですね。ここでシャワーがジャーッと出てきてこれで多分車体を洗うそんな機械なんだと思います。なんかこうどちらかというと街中道路の脇の街灯とかにありそうなねこういうライトが普通に線路の上に立っていたりします。ここでだいたい30分ぐらいね時間が空きましたかね。ここから先の利用者が少なくなる区間なので本数は大洗から南側さらに少なくなります。駅名表もちょっと可愛らしい感じですね。開業当初からのものが残っています。うお、そしてちょっとこれはね恥ずかしながら初めて知ったんですけども、トキワジパス大人約2200円ぐらいで茨城の中の私鉄第三セクター鉄道、まあ、GR 路線すべて乗り放題になるフリーパスということで、これはすごいですね。
私鉄のあの関東鉄道とか、それから鹿島臨海鉄道、まあ、割と私鉄第三セクター運賃高くなりがちなんで、それで2200円は結構破格なんじゃないですかね。そしてこれ歩いてだいたい 1.5 キロぐらいのところにフェリーターミナルもあるので、フェリーサンフラワーの看板もありました。駅の中はこんな感じです。だいぶねリニューアルが施されていて新しくなってます。でも運賃表とかはね、これちょっと古き良きこの白黒のものが使われてますね。新しそうなんですけども、これはあえてなんかこのデザインにしたんでしょうかね。かなり趣があります。前はフェリー乗るタイミング終電でね、ここを降りてターミナルまで歩いてったんで、こんな設備あったんだと結構見入ってしまいましたけど、こちらが本社鹿島臨海鉄道。水産業なんかもだいぶ盛んな地域なので、カジキかなんかですかね、鼻のとんがった美味しそうなお魚さんがロータリーに展示をされています。タクシーのプール、僕は行った時はあの人気なかったんですけども、でもその大洗の多分水族館から来た送迎バスかなんかが来たタイミングでお客さんがどっとやってきましたね。そしてこれは駅隣接の商業施設ということで、これお昼食べてなかったんですけども、ここはカフェ営業をしていてですね、売店も駅の中にあって、食べ物にはねそんなに困らないような感じでしたね。かなり新しくて清潔感があります。って思ったんですけど、ここの沿線、まあ車内もそうですし、大洗の駅前とかもそうなんですけど、東南アジア系の方がねものすごく多いんですよ。ちょっと取り忘れちゃったんですけども、券売機のところにもですね、あの何語なのかわからないです、多分東南アジアの方の国の言語、それを用いてあの切符の買い方なんかがね書かれてました。ちょっと車内にもねその表記あったので、また後ほど見てみたいと思いますけども、さあ列車やってまいりました。多分これですね、僕が乗るのはさっきすれ違った車両が水戸から折り返してやってきたんでしょうね。これスカートがないんですよね。ここ正面から見て車輪が丸見えになってます。通常電車のスカートって言って、レールのところとかに落ちているあのいらないものとか、まあなんかこう石とかをこう追い払う、弾き飛ばす機械がついてるんですけど、それが全くありません。むき出しの状態、よかった、ちょうどよかった。この古い車両乗ってみたかったんでね、ありがたいですわ。1985年製の古い車両に乗車をし、終点を目指します。水族館から来たお客さんはもう皆さんね、こっちの方には乗らず水戸まで出てしまうことが大半でしたね。もう9割ぐらいはそっち、まあ、圧倒的に鹿島市に出るよりも水戸に出て、まあ、特急日立とか時場とかで東京に出た方が圧倒的に早いですからね。再び単線の区間へ、ワンマン運転なので後ろが車掌さんもいらっしゃいませんのでね、もう気にせず撮影することができます。さあそしてトンネルの区間増えてまいりました。トンネルの断面を見てもね、やっぱ電化をこれ想定してたんでしょうね。細長い縦長のトンネルです。上河川を通すスペースが確保されています。わあ、トンネルに入ったと思ってしばらく景色眺めてたんですけど、このトンネルがまあめちゃくちゃ長いんですよね。これ後で調べて分かったんですけど、多分読み方合ってると思いますけど、大抜きトンネルという、これあの大洗鹿島線の中で最も長いトンネル、全長 1380m とのことです。まっすぐすぎて出る直前までですね、入り口の明かりが見えてましたけども、こんな長いトンネルあったんだと思いつつ、そしてトンネルを抜けてもですね、もうもはやこの景色、森林に囲まれていて、あの高架なのか地上を走ってるのかすらもわからないですね。多分ここは地上で交差する道路だったりとか、それから歩道なんかがもう全て、ね、立体交差されているのが分かります。ほら踏切がまず一切もうないわけですね。上の方にこんな感じで道路なんかが通されています。踏切は確か1個か2個ぐらいあって、あの鹿島市の周辺にある踏切か、さっきの水戸大洗周辺にある踏切、合計で2つぐらいだったと思います。後ろの車両のスピードメーターを見るとですね、これ大体 JR の車両とかだと動いてるはずなんですけど、この最後尾後ろ側の車両の速度計動いておらず、縦揺れもかなり激しさを増しています。すぐ右手のところには、まあ、鹿島灘、北太平洋なんかが広がってるんですけども、ちょっとこうね内陸側に入っちゃってる関係で海は見えないんですよね。実はさっきね大洗駅を出発したあたりでサンフラワーのフェリーがちょろっと見えたんですけども、ほんの一瞬だったんでちょっと取りそびれてしまいました。この辺りは短いトンネルがいくつもいくつも続いてきます。単線トンネルで断面積が少ないので、一個一個トンネル内の騒音がものすごかったのを覚えてますね。なんかあれですね、あの隣のトトロのテーマソング、アルコでしたっけ、あの曲を
口ずさみたくなるようなね、そんな自然豊かな景色ですね。列車減速して駅に到着ですけども、ここに、湖があります。ヒヌマっていう、これ汽水湖なんですけども、ここはあのラムサール条約に登録をされていて、あの野生の水鳥なんかも結構いろいろな野生動物なんかを見ることができるみたいですね。お、そしてメロンの看板ありましたけど、野菜の出荷量日本一なんですって。初めて知ったとか思いながら、茨城県の鉾田市に入りました。鹿島臨海鉄道が通ってるんですけど、まあでもこの路線以外通っていないので、やっぱり鉄オタ視点から言うとあまり行くことがなくて馴染みのない市というのが本音ですけども、お、ここにも空き地がぽっかりありますけども、なんか設備を置く予定があったんでしょうかね。いろいろと妄想がはかどります。だいたいこの大洗鹿島線の半分ぐらいはですね、鉾田市の中に路線網が入っていると言っても過言ではないくらい、それぐらい南北に長い都市になってます。扇風機も現役ですよ。85年当初の設備なんでしょうね。 JR の、 あの国鉄車とかだと JNR つって国鉄のね文字が扇風機の真ん中に描かれていたりしますよね。そして非常にユニークだなと思ったのがこちらです。各国のね言語なんですけども、左上の赤白のやつがインドネシア語かな、で右があの中国大陸の人民共和国の方の簡体字で、3番目があのベトナム語だと思うんですけども、これ3カ国語でのワンマン列車 の、 あの乗り方のこの看板がですね、こういう風に貼られております。ごめんなさい、ちょっとね画面がグラグラしてて申し訳ないんですけども、鹿島臨海鉄道ね、ちゃんと公式の会社名も書いてありました。この地域はその水産業における外国人労働者の、まあ、採用というのが非常に多くて、特にインドネシア人だ、大洗は確かあの外国人の人口というのが500人を超えているのかな、それぐらい非常に多いみたいで、本当になんかね、あの人が降りないようなすっごいのどかな駅で外国人の方がですね 5,6 人一気に下車をしていくみたいな、そんなね光景も見られまして、これはね大洗線独自ならではのものだなと思いました。さっきあの古戦橋にも外国人がね何名かいましたけども、おそらくこういうところになんか会社の社員寮かなんかがあるんでしょうかね。車両のドアは混雑対策なんかを意識したんでしょうかね。ちょっとまあ広角で撮ってるってのもあるんですけど、横幅がかなりね広くワイドドアっぽくなってますね。一応その主要道路である国道の51号線があの鹿島灘の方、海の方ずっと走っていて、それのやや西側をねこう同じように南下しているルートになってます。なのでまあ元々なんかこう住宅がたくさんあったような場所じゃなかったんで、そこにまあその1980年代ぐらいの技術力を持って長い線路を敷いたので、まあ踏切のない高規格な路線になったのではないでしょうか。結構この線路を隔てて東西に行き来するような通路、地図上で見るとねこういう風に書いてあるんですけども、でもいずれも踏切ではなくて、ちゃんとこういう風に道路をこう上からね線路をまたぐような感じで設置されているのが分かります。結構工夫が施されてますね。途中駅到着です。もうほとんどの駅はね無人駅ですね。ちょっと埃にまみれたような人気のないような駅です。お客さんが何名か下車をしていきましたけど、こう構造を見るにちょっとこう掘り割りっぽくなってるんですよね。普通のあの高さからちょっとこう削ってくぼみを作ってそこに線路を通したんでしょう。なのでもう完全に前々からあった土地を使って線路を通したというわけではないですね。おお、こちらの駅名表もこれも特尺駅のさっきの都と多分マッキーかなんかで書いたんですかね。いかにもこう第三セクターのこうちょっと大雑把な感じがしてねいいですね。ちなみにこの新鉾田駅はこの鉾田市の中というか、まあこの鹿島臨海鉄道の中間駅の中であのさっきの大洗に次いで乗降客数の多い駅みたいですね。確かに駅前にはこんな感じでアパートやらマンションやらが建っています。転換式のこのクロスシートですね。1両目から2両目先頭の方行こうかなと思ったんですけども、まあ、線路高規格なんですけども、でもね結構揺れます。こことかもね割とこうゆっさゆっさ揺れてるので、ちょっとポイント通過してるときはねここのつなぎ目の部分歩きたくないな、ちょっと危ないなとか思いつつ、まあいくら高規格といえど建設から年も経っていますし、しかもまあ特急とかその速い列車が日常的に走るわけじゃないんで、そんなに保線線路のメンテナンスなんかも頻繁に行われているわけではなさそうなので、やっぱり揺れますね。
さあ、そして進行右手、大きなこれ川かと思いきや、これ湖ですね。北浦が見えてまいりました。で、僕これ初めて知ったんですけども、恥ずかしながらこの一帯霞ヶ浦というんですけども、この北浦の西側の方にちょっとね、こうザリガニのような形をした湖があって、これをね霞ヶ浦だと思っていたんですけども、この大きいのは西浦で、こちらは北浦、まあその他小さい湖なんか全部もろもろひっくるめて霞ヶ浦というみたいなんですね。これは新しい発見でした。この辺りもかつては東京湾がずっと広がっていって、で海水海がずっとこう後退していったことで、ここだけ湖のように取り残された、そんな歴史があります。長い歳月によって形成された地形ということになりますね。北浦湖畔駅、その名の通り本当北浦の真横にあるんですけどもね、1名の方が下車。この辺りは本当にあの地元の方しか使わなそうな地域ですね。田園地帯が広がっていて、今ね乗用車が1台止まってますけど、車がないとさすがにちょっとね行き来はしんどそうな感じ。街灯も少ないので夜中来たらもう本当に真っ暗闇になりそうです。野宿とかにはちょっと人がねいなそうなんで適してるような感じもしますけども、ちょっと眠くなったなと思ってあくびをしているとすごいものが目に入ってきました。これワット対茨城日本と書いてありますけど、タイ語ですね。あれ調べてみたところ、寺院のようで、まあ、茨城にある寺院ですね、タイに住む方々が、まあ、時折集まってイベントなんかが開催されているみたいです。カンボジアの方にもあのアンコールワットっていう寺院があったりしますけども、世界遺産のね、あれも多分ワットそこから来てるんじゃないですかね。なんかこれはすごいな、もう無理やりにでもね、なんとかしても踏切をなくしてやろうという心意気が伝わってくるような気もしますけども、白いガードレールがこんな線路をまたぐこの高架橋に取り付けられてるとこあんま見たことないですけどね、すごい異様な光景だなと思ってついついカメラを向けてしまいました。日本車両平成2年の文字、私鉄第三セクター、結構他の鉄道会社からね譲渡を受けてる車両も多いんですけども、これは多分ね自社で発注をかけて作った車両だと思います。台風が来てたんで、うわーこの最後だけ雨が降ってきちゃったと思いつつ、途中駅鹿島灘駅ですね、まあ、ただ肝心の鹿島灘は見えず、この辺りは駅間がしっかりと開いているので、まあ、5分に1回ぐらい駅に到着をするという感じで乗り応えはだいぶあります。ちなみにその JR の臨時列車が乗り入れていたという時は、あの鹿島神宮の方からかと思いきや、ほぼ全ての列車がね水戸駅から乗り入れていたみたいですね。結構多彩な列車が運転されていたようで、例えばこちら、急行大洗号、これあの上の東京あたりから常磐線で来て、で水戸まで行った後大洗の方まで入っていたみたいですね。少し前ぐらいまではやっぱり海水浴が大変流行っていて、例えばあの日本一暑いと言われていた埼玉の熊谷から新潟の海の方までマリンブルークジラ並号、本当に海水浴のお客さんを輸送する列車なんかも運転をされておりました。今ではなかなか見られない旅客ディーゼルカーが爆走する光景をね常磐線で見てみたかったなとか思いつつ、おお、そしてこちらの駅はすごい、長者ヶ浜潮彩浜那須公園前ということで、これ駅名表にも書いておりますけども、日本一長い駅名となっております。僕2回目今回訪れましたけども、今だとあの富山の方の路面電車の駅がトヨタモビリティ富山なんちゃらちょっともういいか省略しますけど書いておきます、こんな感じなんですけど、こっちが日本一、確か、読み仮名で32文字とかですかね、こっちにあの譲り渡して日本一の座を、ただし駅名表日本一ですよっていうのはあの修正施されてなかったんで、多分当時のまま看板はね残されてるんじゃないかなというふうに思います。そして次はですね、鹿島サッカースタジアム駅なんですけども、あの自動放送でもう次は終点の鹿島神宮駅とこうアナウンスをしてるわけですね。でこの大洗鹿島線の正式な区間って、さっきの路線図でも見た通り鹿島サッカースタジアムが最終的なゴールの地点になってて、そこから先は JR の区間になってるんですけど、そこの最後の駅をすっ飛ばすというね謎現象を週に5回ぐらいね見ることができます。終点の鹿島サッカースタジアム見えてまいりましたけど、この駅は臨時駅ですね。その名の通り、あの鹿島のサッカースタジアムがそのすぐ近くにあるので、サッカーのその試合なんかが開催される日、まあ、土日メインですね、土日以外試合がない日は閉鎖、全列車が通過をしてしまうという結構寂しい終着駅になってるんですよ。なので列車もここで一旦左側の方向に移ります。でここからですね、
線路、その上にですね河川柱が見えてまいりました。この辺りからは電化区間に入るんですね。でもこの下はディーゼルカー、これ左側の余ってる線路のところには平日来るとね貨物列車、長い貨物列車なんかがねポンポンとこう置かれていたりするんですけども、今日は土曜日、それから祝日なので運行はないようです。すっからかんです。信号も今この列車が通る青色の部分、この正面の信号だけ緑色に灯されてますね。だいぶでもここ駅お客さんもね入れなくなって全然安全上問題ないと思うんですけども、でも結構減速して通過するんですね。ここで大洗鹿島線の区間は終わりです。ちょっとあっけないんですけども、ここから先は JR の路線に直通、そんな感じになります。ちなみに日中の様子こんな感じですね。ここの鹿島サッカースタジアムまで JR の貨物列車がよっこらせとこう首都圏の方から荷物を持ってきて、でここで機関車を付け替えてですね、今度鹿島臨海鉄道のさっき乗ってきた大洗鹿島線とは別の鹿島臨港線という貨物しか運行のしないような路線がですね伸びています。この線路なんですけども、このサッカースタジアムから南側の神栖市の工業地帯の方に伸びている線路、草の方に消えていきますけど、こっちの方に持ってかれます。向こうの鹿島臨港線の方もね以前取材したんですけども、結構面白くて、本当にもう列車がもう全然何年も走ってなさそうな草木にまみれた一本のレールの中をですね、こんな感じで貨物列車がねぐんぐんと突き進んでいくわけですよ。この光景はねいろいろな列車取材というかねいろいろ撮影しましたけども結構記憶に残ってます。これがかなりね幻想的というかかっこいいんですよね。草の天然のトンネルの中を突っ切る貨物列車、それがこの鹿島臨港線です。さっきのあの鹿島サッカースタジアム駅はもともと北鹿島駅という駅だったんですけど、その北鹿島を境に北と南で開業年度が結構違ってるんですよね。さっきまで乗ってきたやつは1985年に開業した大洗鹿島線、大洗から続く線路なんですけども、今ね走行しているさっきの貨物線の区間と、あとは JR 鹿島線の区間ですね、さっきの鹿島スタジアムから南側鹿島線の区間なので、この JR の区間っていうのは70年に開業してるんですね。まあこれおそらくなんですけども、やっぱりこっちの南側の方がね、神栖市の工業地帯ともアクセス線路がつなげられて、物資の輸送ルート、それからあの成田空港ができる時もあのパイプラインが木更津の方から整備される前まではこの神栖の工業地帯の方から、まさに今列車走行してますけど、このルートを通って燃料が運ばれていたということで、当時からかなり貨物輸送、物資輸送上でもね重要視をされていたルートでもあったみたいです。おお、そして終点も鹿島神宮駅、高架駅、立派な駅になってますね。もうここではだいたい接続が確保されていて、鹿島線でこのままあの成田線の接続点香取駅の方まで抜けることができますけども、鹿島神宮とかあの鹿島の方でお祭りがある時なんかはたまに鹿島神宮行きの直通臨時列車なんかも運転されるみたいですけども、でも相当まれみたいですね。さっきの水戸駅ではあの常磐線との色分けが一応行われてましたけども、ここはあの大洗鹿島線とそれからあの JR 鹿島線のラインカラーってのはもう一緒ですね。両方とも茶色、もうほとんどの鹿島線がこっち鹿島神宮まで乗り入れてるんで、まあ、あんまりごっちゃにしてもねかえって乗客が迷ってしまうだけなんでしょうね。そして駅こんな感じで、先ほどのあの水戸駅で JR で来たのにもかかわらずあのスイカのタッチ機にタッチをしないとどうなるかというと、さっきの大洗鹿島線計算ではなくて、こんな感じの、常磐線から安孫子に来て、で安孫子成田で鹿島線周りの、鹿島神宮までのこのルートでね運賃計算差し引かれてしまうので、注意が必要です。ということで今回は高規格な大洗鹿島線についてのご紹介でした。ありがとうございました。さあということで、ちょっと今新幹線に乗ってるんですけど、まあ、今回ねご紹介をさせていただきたいのがねこちらのバッグになっております。バッグや財布なんかをもう40年以上ね手掛けております株式会社光栄さんのこれミニバッグなんですけども、このバッグ本当に使い勝手が良すぎて、これは僕勝手にカメレオンバッグって呼んでるんですけども、その用途によってですね、まあ、色はねカメレオンみたいに変わんないんですけども、あの姿形をねその用途ごとに変えることができるわけですよ。これバッグのスタイル的にはミニバッグっていう形
形になっていて、リュックとかああいう大きい枠よりかは小さいコンパクトな小物類をこう入れて持ち運ぶようなミニバッグになっているんですけども、これねまず何がすごいかっていうと、このねアタッチメントあるじゃないですか。で普通のバッグってここがつながっていて取り外しができないものが多いんですけど、これもほらこれだけでもうね取っ手を取ることができる、こうアタッチメントがあるんでここでベルトを簡単に取ることができるんですよ。付属のストラップがですね3つあって、このベルトタイプのもの、まあ、バッグのようミニバッグのような形で肩からぶら下げるものと、あとは紐タイプスマホストラップみたいな感じでこの肩からかける紐タイプも、まあ、こんな感じでついてまして、であとはねベルトにつけるタイプもあるんですよ。肩こりなんかがひどい方で肩からストラップかけるの苦手っていう方ねいらっしゃると思うんですよ。そういう方はここのねベルトのここの部分にこんな感じでこうくっつけてですね腰にかけることでですね手ぶらで移動することができるわけですよ。これなくても使えるんですよ。これがマジですごくて、こうなんかねポーチみたいな感じで使えるんですよ。だから僕が結構使うパターンとしては、これ結構編集とかあとパソコンの充電とかスマホの充電とかする必要があるんで、まずね基本これで持ち歩くんですよ。こうやってでここにね僕はハードディスクを入れてます。こんな感じで、まあ、撮った動画とかはねこれで保存してるんですけども、多分皆さんの場合はハードディスクっていうよりかはモバイルバッテリーとかがねここに入れておくといいんじゃないかなと思ってて、でここにねコード類が入ってます。で結構これでもね4本、4、5本ぐらい入れてるんですけど、これで上このモバイルバッテリー入れたとしてもこう十分ね閉まるような感じで、携帯なんかはねここに入れるようにします。で一応ね裏地にも こんな感じでポケットがついているということですね。でポケットのね種類っていうのがマジめちゃくちゃ豊富で、こうなるじゃないですか。でこっち正面にもついてるんで、ここに家のね鍵なんかをかけること、ごめんなさい、これ結構ごちゃごちゃ入っちゃってる、僕のあれがいろいろなマイクとか出てきたんですけど、ミニバッグなのでその名の通りマジでちっちゃいんですよ。コンパクトなんでこれ普通にバッグの中に入ります。こんな感じでね、僕のいつも使ってるバッグですね。でほらすごいマジでぴったり入るし全然スペース取らないんですね。これ500ミリのペットボトルよりも若干スペース取るくらいのこの幅の大きさになってるんで、まあ、ここに基本コード入れとして収納としてこう入れときます。でホテルとかに着いて、そこからホテル出てご飯とか行ったりとか、ちょっと周辺の観光とか散策とか旅行の時するじゃないですか。でそういう時にこのストラップをつけるわけですね。まあ、大体ホテル着いてパソコンとかこう充電しないといけないんで、コード類出して充電して、でさあ外に観光行くぞっていう時にこのストラップをつけてですね変身をさせるわけですね。でこれアタッチメントもめちゃくちゃ簡単ですよ。こういう風にこう差し込んで、でこう入れるじゃないですか。でここでこうカチってこのカチがね結構気持ちいいんですよね。でバッグかけるときは、まあ、こんな感じになるわけですね。ちょっと今座ったままですけど、でちょっと今ちょっとブカブカに見えるんで、後ろのストラップで全然これもね調整することが可能です。でも前もいいんですけど、これ後ろにすることもできて、その場合は後ろの方がいいかもしれないですね。なんか日本いるときはそんなにこう前じゃなくても後ろに背負ってたとしても、そんなチャック開けられる心配とかはほぼほぼねないと思うんで、でこれね結構癖になるのがシートベルトみたいな感じになっていて、さらにねこのストラップの中間部分着脱することができるんですけど、これがすごい不思議で、ちょっとね磁石っぽくなってて、これなんか手動でやる場合だと従来のやつだとこうグッとこう穴に入れてカチッというまではめるみたいな、そういう工程があったと思うんですけど、これね近づけるじゃないですか。 こんな感じの形状になってて、どうするんだろうなと思ってこう近づけるとこうカチッとはまるんですよ。多分これ磁石になってるんでしょうけど、これはまって、ではまるだけなんで外れちゃいそうかなと思うんですけども、これでちゃんとはまってるんですよ。ほんと不思議で、これを引っ張る、この紐を引っ張ると勝手にこう外れてくれるっていう、このね磁石のね価値がね癖になるんですよ。こう近づけていくとこうカチッとこれで完了。
めちゃくちゃ便利ですよねこれね。であとはね、今僕旅行チャンネル、ひろき旅行チャンネルっていうのもやってて、結構ね海外に行く機会も増えてきたんですけども、その時にね便利になるのが斜め掛けとして活用できるんで、国内だけじゃなくて海外もね便利なんですよね。これリュックに、ポーチとして入れておくじゃないですか。で着いて、ホテルチェックインして観光するってなるときに、リュックそのまま持ち歩いたりするとパスポートとか重要なやつとか入ってたりして、で後ろからこうチャック開けられたりしたら怖いじゃないですか。でもこれだったらさすがにこの規模結構コンパクトだし、そのホテルに貴重品とか置いて外出れば、これ斜め掛けでここね前にずっとあるような感じになるんで、さすがに前で抱えてたらパクられる心配もないと思うんで、だから国内だけでなく海外でもね活用することができる。あと個人的に気に入ってるのはこのデザインですよね。これちゃんとの本革が使われてます。でシンプルで高級感のあるデザイン、これね多分手に取ってもらった方が質感わかるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとねこう革特有のこうしっとりとしたような表面になっていて高級感があります。なので僕もあんまり半端なお金をかけてそこそこのバッグ買うよりかは、ちゃんとある程度ね何万円か払っていいのを何年も使いたいと思うタイプなんですけども、これだったら長持ちするでしょうし、高級感もあるし、僕よりも年上の方、30代以降とかの方が持ったとしても本当に大人っぽいデザインで長く使えるんじゃないかなというふうに思います。あと結構気に入ってるのがこのチャックの部分のこのギザギザのところがね、こうちゃんと隠れるようになってるんですよ。上からこう革の素材っぽいやつでちゃんと隠れるんですよね。お値段がですね定価だと、大体1万6000円前後になってるんですけども、今ねクラウドファンディングを行ってまして、でこれがもうねすでに資金がね集まってます。 100% もう皆さんご購入いただいているんですけども、10月10日までであればこれ 30% 引き、1万円台で購入できるの結構安いと思うんですけども、1万1000円とかで購入することができるわけですね。なので気になる方はぜひ、本当にクオリティオブライフというか、その生活が豊かになる、便利になるバッグだと僕は結構確信して僕自身も使ってますので、ぜひリンクからチェックをしてみてください。では本日も動画ありがとうございました。